新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから東京農業大学の学生生活をご紹介しましょう。4月東京農業大学の大学院学部と短期大学部の入学式が行われます。今日から食料、環境、健康、バイオマスエネルギーなどの研究に取り組む東京農業大学の学生です。明治政府で逓信、農商務、文部、外務の大臣などを務めた榎本武揚。榎本武揚は日本を発展させるためには農業に携わる人の育成が大切と考えていました。そこで明治24年、現在の東京飯田橋に徳川育英会を母体とした私立育英校農業科を設けました。これが東京農業大学の始まりです。初代学長横井時雄の見学の精神は、人物を畑に返す、稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞けと実学主義を唱えました。東京農大は大学院は農学、生物産業学の2研究科19専攻、学部は短期大学部を含め6学部21学科です。世田谷キャンパスには小田急線経堂駅から農大通りを歩いて約15分、大学院農学研究科とご覧の4つの学部があります。厚木キャンパスには小田急線本厚木の駅前から校内までバスで約15分、大学院農学研究科と農学部があります。オホーツクキャンパスには大学院生物産業学研究科と生物産業学部があります。オホーツク海は世界四大旅場の一つです。世界遺産知床に隣り合って続き、豊かな大自然に恵まれています。農学の領域は広く、奥行きも深いものです。実際を見てみましょう。これでどのくらい変わったか。おー、どう？どういうスタイル？暗室した人は、東京農大は先進的な研究と学部学科ごとの授業、実験、実習などに意欲的に取り組んでいます。智弘教授は卵子だけを使って高い確率でマウスを誕生させました。このニュースは東京農大から世界へ発信されました。世界で初めての固体発酵によるバイオエタノールの製造、学校給食やレストランなどから出る食品廃棄物の利用に道を開いた醸造科学家鈴木正春教授、東京農大は大学の優れた取り組みとして文部科学省から多くのプログラムが採択されました。そのうちの一つ、
山梨県小菅村に設置した玉川源流大学で自然や文化を生かした実習を継続して行っています。大学発信のベンチャー企業メルカード東京農大、東京農大バイオインダストリー、上越東京農大は学内で開発した商品や農大ネットワークで発掘した商品および有機栽培した農作物を販売しています。創設者榎本武明の書に学びて後足らざるを知るとあります。勉強は生涯続きます。サンキャンパスの図書館はネットワークで結ばれています。70万冊の蔵書と豊富なデータベースは高度情報化のニーズに対応しています。東京農大は北は北海道網走から南は沖縄宮古島まで農場演習林があります。そこでは気候や立地条件を生かして実験、実習、演習などが行われています。これから友と流す汗が何者にも変えがたい思い出となることでしょう。オホーツク臨海研究センターはオホーツク海の豊富な資源を有効活用するための前線基地となっています。バイオセラピーセンターは動物とのセラピー活動の実践の場として利用されています。世田谷キャンパスに隣接して食と脳の博物館があります。タイムリーな企画でここを訪ねる市民の食と脳への関心は自然に高まります。博物館の隣には主にマダガスカルの動物や植物を集めたバイオリウムがあります。生協は学生生活の強い味方です。農大生協の始まりは明治40年、初代学長横井時義先生の指導によるものです。豊富な品揃えとさまざまなサービスで学生生活に役立っています。食堂は気分転換の場所でもあります。楽しい語らいのひととき、次の勉強への気力を養います。東京農大の学生寮、全国をはじめ世界各国から集まった学生との友情も育まれます。健康増進センターと保健室は心や体の健康管理に気を配ります。各キャンパスのジムは学生生活をさまざまな面からサポートしてくれます。教育講演会は父母と大学の架け橋として各種行事や学生の支援を行っています。学生生活を充実させる一つが部活、クラブ、同好会の活動です。仲間と活動を共にし、幅
励み喜ぶもう一人の自分がいます。課外活動の一つ、環境実践活動は、学生自身による東京農大生らしい取り組みが行われています。課外活動と授業との総合的な取り組みで環境学生を育てています。東京農業大学収穫祭へようこそ。東京農大の名物収穫祭は学生の手作りです。役員が豊作の神様豊受大神宮に玉串を捧げて収穫祭が始まります。サンキャンパスの入場者は15万人を超えます。野菜の無料配布は大人気。いつも長い行列ができます。あったかいちゃんこあります。どうでしょうか。みな学科やクラブなどのために一生懸命です。お客様、すみません、ありがとうございます。揚げたて揚げ餃子いかがですか。いかがですか。どうでしょうか。ユニーサークルです。お待たせしました。ありがとうございます。野生動物学研究室の鹿肉ケバブ。手作りのポケナもいかがですか。おー、よいしょ、はい、取れた。バイバイ。普段の教室も動物や植物など色とりどりの展示物で模様替え。文化学術展は日頃の勉強の成果を大勢の市民に知ってもらう絶好のチャンスです。実際の子だけだと被らないように1年生も積極的に参加しています。何ヶ月ぐらい経つ。これね、2週間ぐらいかな。ずっとずっと収穫祭の最後は体育祭です。先生、仮装も交えた和やかな雰囲気。満ちあふれる闘志。年に一度の体育祭に大いに燃えます。農大生の祭典収穫祭は企画、運営、実行すべて学生によるものです。やり終えた達成感、感激は参加者全員喜びです。東京農大は新世紀の食と農と環境を考える世界学生サミットを開いています。海外姉妹校も参加。外国人留学生、日本の学生たちと人類の持続的発展、青年自らの役割について協議します。東京農大では30の国や地域から
300名余りの留学生が学んでいます。留学生懇談会では自ら作った自慢の料理を持ち寄って民族衣装と踊りで日本人学生との交流を図ります。卒業生を大学にお招きするカミングデー。この席で親子3代の卒業生または在学生を表彰します。楽しいアトラクションやお祝いの会もあります。東京農大 OB の優れた経営者に贈られる経営者大賞。経営者フォーラムで学生は受賞者の方々の事業の成功例を聞きました。まだ早いと思っているかもしれませんが、就職は一生の問題です。自分の適性や能力を生かした職探し、就職支援はキャリアセンターを中心に行っています。就職関係の資料、書籍を揃えるのはもちろん、フレッシュマンセミナー、キャリアデザイン講座、各種ガイダンス、農大キャリアナビなど就職活動に備えています。卒業生の就職先は様々な分野に広がり、社会で活躍しています。3月、それぞれのキャンパスで学域授与式が行われます。勉学に運動に励んできた皆さん、東京農大の実学で培った実力は未来の地球に貢献し、おのおのの人生を充実させていくことでしょう。新入生の皆さん、東京農業大学へ入学おめでとうございます。1万年に及ぶ農業の知恵、東京農業大学の英知を学び、未来の人類そして地球に貢献できる、活躍できる人物となってくれることを期待しています。充実した学びの生活を送ってください。